今日は恐怖症トラウマの改善事例をいくつかご紹介したいと思います前回ご紹介した心理ワークを実際にね行うことによって非常に大きな変化を起こせた方がたくさんいらっしゃいますのでその一部をねご紹介させていただきたいと思います、えー、まずはですね、えーうん、パニック障害の方ですね えー、この方は20年ほど前にパニック障害という診断をされた女性の方ですね。でどんな状態だったのかというと、えー、電車とかバスとか飛行機に乗れない、えー、あとは、えー、高速道路も乗れないし、えー、中央車線側の道路ですね、まあ、すぐに抜けられないような道路にも恐怖心を感じる、えー、あとは美容室、えー、歯医者さんエレベーター えー、ビルの高層階映画館人混みが苦手で行けなくなってしまったということなんですね、えー、そしてパニック障害の権威と言われる病院にも行き、えー、薬もいろいろ飲んだと、えー、その後自力で美容院しかなどは大丈夫になったんですけれども、えー、電車にどうしてもね乗れないとでいろんな心理療法とか、えー、NLP の概念学んだりアファメーションやったり まあいろんなことを調べて自分でね、えー、いろいろ試してみたでいろんな人の力も借りてやってみたでも結局治らなかったでたまたま、えー、私のねサイトを見つけていただいて、えー、受けていただいたんですねでこの方も、えー、きっかけというのが分かんなかったんですねきっかけというか原因ですよねある日突然もうパニック症状に陥ってしまって、えー、そして もそして近くにね家の近くに交番があったのでその交番に助けてくださいって助けを求めて、えー、そして救急車を呼んでいただいてで病院に搬送されたというそこから始まったみたいなんですよねでもなぜ、えー、そういったね、えー、突然パニックが起こったのかわからなかったってことなんですねえー、そしてこの方の、えー、どんなね、えー、セラピーをやったのかというとやはり なぜそうなったのかわからないけども、そのパニックが起きた20年前の出来事がやはりね、きっかけ、その後のパニック、えー、障害の始まりということなので、その出来事についての、えー、イメージ転換ワークですね。記憶を再編集するというトラウマ解消ワークをやりました。 で、その他には、えー、過去にね、非常に海外に行くのとか、旅行とかも大好きだったということなので、そのね、えー、乗り物、電車とか他の乗り物に、過去へっちゃらで乗れていた頃の自分というのを思い出してもらう。で、体感してもらうというような、そんなワークをね、いくつか、あの、やりました。で、その結果どうなったのかというと、えー、電車乗れるようになったんですね。で、セラピー終わった後に、えー、結果どうな、どうなんだろうと。 なんか電車に電車に乗ってみようかなっていう、そういう思いが出始めたようです。で、この方言うにはそういう思いすら今まで出てこなかったんです。って、やっぱり電車は乗れない。嫌いだ。怖いっていう方が強かったので、自分から試してみようという思いすら湧かない。で、実際に乗ってみたら乗れたということですよね。非常に大きな変化ですよね。で、これからどん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 行動力を増していきたいです。というような、えー、ご報告をいただきました。 で、えー、次の方は、オート恐怖症の方ですね。あの、冬場は特に多いですね。オート恐怖症。えー、ノロウイルスとかインフルエンザが流行る時期になると、やはりね、えー、ニュースを聞いても、えー、何人が発生しましたとか、えー、学級閉鎖しましたとかね。で、自分の、例えば、えー、子供が幼稚園ですとかね、えー、小学校通ってるであれば、ね、クラスがこう、学級閉鎖になったとか、 うん、流行り始めたって自分の子供がね家族がかかるかもしれないそして自分がかかるかもしれないので非常にね、えー、不安と恐怖心が強いんですよねオート恐怖症、えー、そしてこの方も、えー、日常生活にも支障が起きていいたととうことなんですね、えー、家族がちょっと体調が悪かったりするともうドキドキして「大丈夫かな吐くんじゃないか」って不安になっちゃうで心臓がバクバクしちゃうあるいは人混みですよね、えー、何か病気もらえそうな人混み ショッピンングセンターに行けないあとは乗り物公共の乗り物に乗れないという症状ですね。なので、えー、旅行とかもねあのお子さん本当はもっと連れて行きたいんだけど連れて行くことができないっていうねそういう自分のこの症状のせいで家族にも迷惑をかけているという何か罪悪感もね非常に強く感じていたようです。えー、そして えー、何かねよそから金をもらってきたら困るので自分もそうだし家族にももう手洗いとあのー、殺菌ですよね除菌もう徹底させてもう手がもうガサガサになるぐらいまで洗わないと気が済まないっていうね脅迫観念的な要素も非常に強かったということですねでこの方も、えー、いろいろね、えー、聞いていくと、えー、過去にねいくつかのオー吐に まつわる非常に嫌な体験があったんですよ、ね、なのでそのいくつかの、えー、体験を、えー、探り出してね、えー、そして、えー、記憶を再編集するというイメージ転換ワークですとか、えー、あるいはね大丈夫な自分を体感するワークですとかねまあいくつかの、えー、心理ワークを組み合わせてやりました、えー、そうするとですねあのうん絶対に避けてたショッピングセンター普通に行けるようになりましたと。 で家族も非常にね、その変化に驚いて喜んでますっていうご報告をいただきました。なのでこの方もね、あのそのままずっとね、えー、人生が続いていたら、おそらくね、非常に家族にとってもね、えー、あまりよくない状況が続いたでしょうし、ご自身もね、えー、非常にストレスも強くなったと思いますよね。あとはですね、男性恐怖症、えー、恋愛恐怖症という方もいらっしゃいました。 どうも恋愛をやっても長続きしないですとか、あるいは男性に対して非常にね、えー、強い警戒心、えー、があると。なので結果的にお付き合いも長続きしないという方がね、えー、いらっしゃったんですね。で、この方はよくよくね、お話を聞くと、えー、やはりね、男性嫌い、男性が苦手な根本的な要素はお父さんにあったんですね。お父さんが非常に えー、こう体格が良くてねがっしりして声も低くてちょっと怖いタイプの威圧的なお父さんでちょっと苦手意識があったんですね。であとはそのね、えー、自分の家でねその家業をやってたみたいなんですけれどもで土木系のねそういうガテン系のねあの職人さんも自分の周りにたくさんいてでなんか酔っ払って喧嘩したりとか。 もう非常に荒くれ者じゃないですけどもそういう男性がちっちゃい頃から自分の周りにいっぱいいたらしいんですよね。やはりそういった環境で育つとなんか男性はねすごい荒々しい存在なんだとか男性は怖いとか暴力的だというそんなねもうイメージが自分の中に固定化してしまってたんですよね。なのでそういったね、えー、お父さんあるいはその他の、ね、男性に対するイメージの転換のワークですね。 と、えー、というものをやったりですとかあとはその他にもね何かご兄弟お姉さんと自分の関係性でも何かねお姉さんが常に1番を選んで私は2番目なんだっていう例えば洋服選ぶんでもお姉ちゃんが先に私これいつも自分は残り物というか、うん、そうするとね、えー、自分は好きなもの一番好きなものを選んじゃいけない選べないっていうねセルフイメージと価値観も染みついてたんですね。 なのでそれが恋愛にもなぜか反映してなんか好きな人じゃなくって2番目に好きな人とばっかり付き合うとかで一番好きな人じゃないんだけれどもなんかついつい言われてしまうと付き合っちゃうとかなんかそういうね恋愛観にも兄弟の関係性が影響してたというのも見えてきたんですね。じゃあその辺も改善しましょうということでまあいろいろなね、えー、枠を組み合わせて実施して。 でその結果あのー、セッションを行ったらもう次の日から全然ねあの男性に対する抵抗感がなくてあのー、なんか向こうから非常に親しく接するようになってきたということを言ってましたねやはり自分の中の抵抗感とかそういうのが取り払われると向こうからもわかるんですよね何か違うなもしかしたら今まではこう近寄りがたいオーラを出してたのかもしれないですけどそれが薄れたりなくなったりする なので、周りからも男性からもね、あの、気軽に挨拶とか話しかけるようになったっていうようなね、そんな変化も起きましたね。えー、そしてこの方、えー、半年後にね、お便りいただいて、実は結婚しましたというお便り <laughs>、あの、突然いただいて私もびっくりしたんですけれども、でそのね、男性恐怖症、えー、恋愛恐怖症を解消してすぐ、えー、お付き合い、ね、を始めて、もう半年後には結婚されたっていうね、非常にトントン拍子でうまくいったというような事例もあります。 やはりこれも自分の中にねえいろんな要素がこうね隠されていたりもう一つの自己防衛本能が働いて自ら男性や恋愛をねこう遠ざけていたんですよねなので、ね、それを取り払うことによってもう本来のね、えー、自分らしい姿でもう恋愛も結婚も自然な形でねつな、えー、げられたということですよねえあとは、えー、歯科歯医者恐怖症の方 思いましたね、えー、歯医者が非常に怖いでそれはなぜかというと、えー、小学校の時にこう、ね、型を取るのあるじゃないですかチューインガムみたいなのをこうギュッてで噛み締めてしばらくね、えー、そのままでいるでやっぱグニュグニュしてねあの噛み応えとか食感も気持ち悪かったりするのでその方「ベ、え、ッ、ー、て出しちゃったんです」ってで戻しちゃったんでしたっけね確かねうん。 えー、そしたらね、えー、その、看護婦さんというか、えー、衛生士さんに非常に怒られた。うん、ちゃんと我慢してかじってなさい、みたいなね。で、それから、もう歯医者さんが怖くなっちゃったんですよ。で、歯医者さん以外にも、例えば、えー、お医者さんに行った時にね、ちょっと喉見ますって、この棒みたいので、舌を押さえて、あーってやりますよね。あれもダメなんですよ。口、異物、器具とかを、 口に入れられれららるというう行為がもう耐えられない。なのでこの方虫歯とかねあの親知らずもね、えー、治療しなきゃっていう状態だったんですけれどもじゃあこれまでどうしてきたのかというとそういう専門のね、えー、歯医者さんが非常に少ないですけどあるんですよね要は全身麻酔してる間にあの治療を行うという歯医者さんでそこで治療してもらっていたそうです ただ、えー、治療の間はね全身麻酔で、えー、記憶がなくていいんですけどもそこに行くまでの過程ですよね。まず予約する段階から不安で怖くてもう予約したくない。で実際予約して例えば、えーね、1ヶ月2ヶ月後待たなきゃならないですよね。でその待ってる間も悪夢を見たりうなされたりとかあるいは熱を出してしまったりとか非常にね えー、抵抗感もう体全身でその歯医者に行くのを拒否しているような状態ですよねでそれが起きてしまったでも親知らずなのでもう抜かなきゃならない状況が発生してもうどうしようもないとで断面元で私のセラピーを受けたという方ですねでこの方も、えー、うんあの結果的には1回のそのセラピーですねもう明らかに原因がねあの初めから分かってましたのでその えー、昔ねその肩を入れて気分が悪くなったっていう出来事がもう一つのトラウマでしたので、えー、そのトラウマを解消するワークを行った結果、えーうん、もうセラピーの次の日翌日にもう予約ができたと、えー、そしてそこから実際に治療するまで1ヶ月間あったんですけれども,もうその他も別に普通に過ごせて、えー、当日も普通に電車で。 居眠りするぐらいリラックスして電車に乗って歯医者さんに行けてえそしてねえうん実際に治療を受ける時でも先生と雑談するような余裕があったと。今までの苦労は何だだっったんだっていうねえそういうご報告をいただきました。というようにえ全部ねあげたらキリがないんですけれどもえもちろんねあの受けた方が100% 10、えー、あった恐怖症がゼロになるのかそれはやはり個人差というのがもちろんありますただ今まで何をやっても全く何の変化も起きなかった人ですとか、えー、なかなか、ねえー、根本的なところまで解消できなかった人が、えー、この、ねえー、心理セラピーを受けることによって大きく改善したという、ねえー、事例はたくさんあるんですよね。 ですからもしですね、今のあなたが何かね、ご自身の恐怖症あるいはトラウマが、もうなかなかね、こう治らない。何をやってもうまくいかない。でね、長場諦めてる方もいると思います。もう一生こうね、この症状と付き合わなければいけないのかなって。でもそんなことはないんですよね。もちろん世の中にはたくさんの手法、 ありますのでもしかするとその手法がぴったり合うかもしれないですしまたね、えー、そのたくさんある手法の中の一つとして、まあ、私もそういうサポートをね、えー、実際にあのやってね、えー、実績を上げてますのでね、えー、もしね「私こんな症状なんですけれどもどうなんでしょうか?」という方ね是非まずはね「あの個別の相談」という窓口もありますので、えー、そちらの方からね、あのー、お問い合わせいただければね。えー、そしてあのまあ30分間の あのカウンセリング、個別相談なんですけれども。まあ、それをやることによって、だいたい、あの、何が原因なのか、というのが見えてきます。で、やはりね、あの動画でもね、これまでお伝えしましたけど。原因がわからないと、非常に不安ですよね。えー、そして、自分では、これが原因かなって、なんとなく分かってても。いや、果たして、そうなんだろうか,か。確信が持てない。で、それが第三者の。 視点から見てててやっっっぱりここれが原因ででそのの後こう,こうなな今の症状になってるんですねじゃあこれを軽減するためにはこんなものとこんなものとこんなような、えー、心理ワークですよね、うん、手法を使えば、まあ、改善されますよっていうね原因から改善までのね、えー、進む筋道が見えてくれば非常にねそれだけでも本当に何かすっきりしたり。 何か心が軽くなりましたという方も結構いらっしゃいますのでご相談いただければと思います。以上ね、参考になれば幸いです。ありがとうございます。